こんにちは、速稼塾の久保です。たくさん動画をやる合間にモッピーもちゃんとやってますからね。今日のモッピーはどうなってるでしょうか。きっとですね、未確定か確定に変わってると思うんですよ。はい、これが私の画面ですけども、右上見てください。 47,494 ポイントになってますよね。ポチポチと1ポイント2ポイントもちゃんとやってますよ。そして今日確定に変わったものもあります。メニューからマイページ、私のねページ、今 47,494 ポイントでしょ。で、判定中ってやつがありますけども、判定中のやつがどんどん確定に変わるわけですよね。承認っていうのになってますけども、これ、ほら、カーネクストですね。この前廃車にしたやつですよね。これがだから、あと、12月9日に、お願いして、お、確定に変わったってことですよね。だから5日間ですね。早いなぁ。早い。口コミ投稿したらまたなんかもらえるのかな？口コミ投稿してみようかな。おー、なるほど。口コミいいじゃないですか。これやってみよう。口コミ投稿。はい。簡単で、とっても丁寧。違うな。丁寧で、とても迅速な、ご対応をいただきました。不安もあったのですが、最初の、ご返信で、それも、すっかりなくなり、安心して最後まで取引できました。車の引き取りは来週ですが、十分なものをいただきました。本当に最高の査定です。前回もね、セルシオをお願いしたんですよね。引き続き大変お世話になりました。次回ももちろんよろしくお願いします。ということで口コミを書かせていただきましたよ。はい、どうでしょうか。あ、300字以上であと150字。なるほど、結構書かなくちゃいけないんだな。ほんと最高の査定です。係員さんが、自宅に来てくださったり、一緒に車を撮影したりして、本当にありがたいです。実は前回もセルシオを引き取っていただきましたが、その際もとってもスムーズでした。ということで、はい、これでいかがでしょうか。あと59文字、結構書かないといけないんですね。この度は大変お世話になりました。実は前回数年前にも利用歴があったようです。すっかり忘れておりましたが、変わらぬ。これでどうだ、まだ足りないかな。あ、よかった。それで投稿するでいいですよね。はい。投稿したら、多分ね、なんかポイントがいただけるんじゃないかなと思うんですよ。だからまあ、ちょっとね、書いてみようかなと。ほら、見てください、私のね、このアンケートに答えるこの地道さ。すごいでしょ。だからね、派手なものばっかり言ってるわけじゃなくて、私ね、1ポイントのものから5万ポイントのものまでいけるやつは全部いってるわけですよ。で、そうしないと、前回の動画でもお知らせしましたけども、アンケートに答えたらね、 Amazon のギフト券が1000円分もらえます。しかも何回でもみたいなのに出会えないんですよ。で、ここがね、多分私と多くの方と、なかなかモッピーが進まない方の差なんじゃないかなと思いますけどもね。恐縮ですけども、ちょっとだけ言わせていただきました。だから1ポイントだってね、
必ずその1ポイントの案件を取ってきてくれたこのモッピーっていう会社の社員さんがいらっしゃって、それを広告に出してくださった広告主の方がいるんですよ。だから1ポイントの案件との向こうに何人の人が見えるかなってことなんですよね。仕事ってのは自分勝手に自分一人でやるもんではないんですよ。必ず誰かがそこにいてくれるから成り立つんですよね。お金を払う人、仕事を作ってくれる人、いろいろ説明してくれる人、運んでくれる人、サポートする人、本当にね、皆さんのおかげかなと思っております。1ポイントといえどもね、私はまたいで通ることはできません。今回は以上です。ありがとうございました。